どうもガバです、お願いしますということで、今日も将棋ウォーズ10秒将棋やっていきましょう。お願いいたします。いやちょっと12月入ってですね、あ、まとったお願いします。対局開始。なんかね、12月入ってやたら鼻が詰まって目がかゆいんですけど、これ花粉なんじゃねって思って花粉調べたら、スギ花粉が12月も出てるんですね。でちょっとね、この時期にスギ花粉ちょっと納得いかないんだけど、まあまあとりあえずなんとか耐えて頑張っていきたいと思います。はい、ということで、相手の方の得意戦法が早繰り銀って書いてあったはずなんで、まあまあ右玉指していきましょう。はい、いつも通りな感じです。で相手から交換してくれたので、まあもうこれは手損なしでできてるんで OK でしょう。で先手番か後手番かって話なんですが、俺先手番後手番か覚えてないので、まあその辺りは気にせず、まあ多分後手わかんないけど、あ、先手っぽいなこれな、2、6ついてないし。はい、でここ、はい、桂馬跳ねてきたんですけど、まあ飛車引いとけばね6五桂の速攻はないのでこれ大丈夫です。ということで右玉完成で、あとは相手の形がまあね、そう、飛車を引いて6二金型で、まあ2二銀から3三桂跳ねて1二香から1一飛車ってくるのかどうかっていうことなんですけど、3一玉って引いたんでそれもないというわけで、でこれね、端歩もついてないじゃないですか、9六歩9四歩付き合いもないんで、まあ、これだったら7五歩から突っかけていけそうですね。でここで8六歩同歩同飛車は7五歩同歩同銀とやって、で7六飛車だったら銀引いとけばね何でもないんで、まあ、銀引かなくてもいいか、うん、みたいな感じでやっていきます。でこれ7五歩つけたので、これは一歩交換できてちょっと駒得っていう感じですかね。であとはまあ7四歩打つくらいしかないと思うんですけど、まあ、7六歩はね7四歩から攻め合っていけると思うので、まあ、歩打ってもらって、まあ、8六歩同歩同飛車と。でここで、まあ、同歩同飛車なんですけど、5五銀から4五歩、まあ、すぐ4五歩、うん、まあ、これ7五歩もあるかなと思ったんだけど、まあ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 4五歩ですね。で同歩同桂で4四銀で2四歩同歩5一角で2四角ひっくり返って4五銀出られてどうかなって思ったんだけど、ちょっと桂馬損して5四に銀引けちゃうじゃないですか相手は。なのでちょっと損かなと思って4六歩と打ちました。はい、でこれ次は2四歩同歩5一角があるんで、まあ2一飛車ですかが普通ですね。で、まあ、8三歩かな、8三歩で取ってきたら2四歩から5一角があるので、でも次何もしなかったら8九飛車みたいな感じですかね。で8二歩なら狙っていくよっていうところです。で桂跳ね、桂跳ね5なんかないですかね、これね5四歩ついてればね、なんか2六角とかねちょろっと見えるんですけど、まあ、パッと見えないんでとりあえず、まあ、まあまあ清算してしまって一歩交換しておいて、2三歩に3三桂成同銀に飛車を引く感じかな。単に引くと4五桂同歩同銀で一歩取られて5四銀と形よく戻られちゃうんで、ちょっと面白くないかなと思うんですけど、単に引きましたね。うん、まあ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 いいでしょう。で多分同銀の時に何かできれば一番いいんだけど、ここで5五銀だったかな、ここで5五銀で、うん、銀交換を狙っていく感じが良かったですかね。なんかありそうなんだよね、なんかありそうだけどパッと見えないんですよ。かといって5五歩ついちゃうと4三銀で銀が閉まっちゃうんでつまんない。でこれも8五歩打たれて同桂は8三飛車でパッとしない。まあ同桂8三飛車に8六歩って打ってもいいんだけど、なんかパッとしないで5五歩ついちゃいましたね。でこれでまあ5六角とか打っていく感じだったかな。でも微妙だよな、5六角自体もなんかぼやっとしてますもんね。で、まあ、とりあえずまあ模様よくしていこうということで4五歩つきましたが、まあ、まあ6四桂とか5六桂とか、うん、ここで5六角もね飛車引かれておいてね、何がしたいのっていう話になるんで、なんか微妙なんですよね、ずっと。まあ、5六桂しますけど、これ本来は4六桂とか2六桂ってこっちに使いたいんで、ここに桂打つのは不本意です。はい、なんであんまいい手じゃないと思います。で変わる手がちょっと、パッと見えなかったんでごめんなさい。はい、でこれ次、まあ、一応ね、一応これで4四歩で位は取れたので、あとはこの位をどう生かしていくかっていう感じですね。でまあもうなんかあのね、横から攻められるっていうことは、まあ、ないかなと思うので、まあ、あとはね模様よく4六銀とか4七金とかモリモリ上がっていく将棋になるんじゃないですかね。でこう歩突かれて歩受けておいて、これで歩切れになってるんでちょっと嫌な感じです。歩切れはちょっと嫌な感じで、相手がどうしてくるかですね。5六歩、
まあ同歩同銀5五歩は4五銀出られて一歩ないから困るので、まあここは4六銀とか上がっとくんですかね。角打った角打ちか。まあ3四角も見えてるから4二桂ですね。で多分ここで5四歩は同銀で角詰むんで、多分4六銀と上がって感じですかね。で4七金と上がって3五歩からもりもり上に上がっていくよっていう将棋になると思います。まあなんでどっちがこの玉頭戦を制するかっていう感じですかね。はい。でこの5三金は次4三歩合わせて4四の歩をこう制空権を取りに来たっていう手ですね。なので4七金が間に合わないからこっちももう先に3五歩と仕掛けていっちゃいます。でこの歩も取らないとですね、取られた時に持ってかれるんで、そうですね、同桂同金で、まあこれも角逃げてる場合じゃないんで、角逃げるよりも手厚く上空を制圧したいという方がメインなので、そうですね、金上がりで、この歩に関しては3五歩来たら5三銀から桂取って3四桂が見えてるんで、これでどうかっていう感じですね。で金引きだったらまあ桂馬取って3四桂ですね。で角取るのも次これ4二銀なりから3四桂が見えてるので、これどうしてくるかなんですけど、これ結構難しいんじゃないか受けるの。まあ場合によってはね、 B 面攻撃で6二銀なりから銀取る手もありそうですね。でこの桂はもう放置です。はい、ここにいる間に寄せ切りたいと。でここも多分取ってこない、そうですね、取ってこないんで、ここでね金取って桂打つのか桂打って金取るのかすごい迷ったんだけど、どっちが良かったんですかね。金が3枚あればね桂打つんだけど、でこれで1枚金が足りてないのは足りてないですよね。まあ、だから3二金打つ3四玉って上がられるともう1枚使わされるじゃないですか。だから一応なんかもう1枚あればね詰むんだけど、まあ、かといってね、かといって下なったら慣れないとまずいので、まあ、これで下なっといて、多分向こう大体より、大体必死級よ、いや必死級でもないけど、大体受け難しい、大体ちょっと分かんないっていうか。でこの桂、この角打ちは同金同桂になりてると、あの上が上部が手厚くな、上部が開くので入力しやすくなるんですよ。だからここ一回逃げておいて、でこれ多分5七銀とかガリってやってくるんでしょうね。5七銀も逃げると5九角なりからなんかやたら迫ってくるんで、まあ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 、ここは別にね取ってしまって、同銀同桂なり同玉の局面が王手がかけづらいっていうのも、あ同金か、同玉だとね4の銀からね無理やりこじ開けにくるんで同金ですね。でこれで王手がかけづらくなってます。で角打っても寄っといて、4九角とかも6九玉か6八玉だと7六桂があるからね、ということで勝ちになりました。ありがとうございます。はい、お曲いきます。はい、4段の方お願いします。3三桂戦法ですか。得意戦法。はい、というわけでなんかね、最近やたら思うんですけど、かなり強い設定にしているのになんかね5、6段と当たらないってことは俺が負けまくってるってことか。まあいいや、はい、お願いします。で本譜も右玉の将棋になりそうですね。で相手がこれ早繰り銀の出だしっぽくなってるので2六歩でちょっと警戒しておくよと。でこれで角取ってこいよって話ですね。はい、角代わりで、まあとりあえずねこれは一歩交換できるんで、4八銀上がってるんで、でここでどうしていくかなんだけど、相手の早繰り銀が見えてるし、しかも相手銀冠になってるし右玉組みづらいなとか思いながら指してはいたんですけど、そうあのね、銀冠相手に右玉組むのはねちょっと玉頭が怖すぎるんであんましたくないんですよね。なのでちょっとあの早繰り銀を警戒しつつ6六歩とかついてね様子見てるんですけど、これ場合によっては左行こうとしてるんですよ。左どっち行こうかなって、まあ、ずっと悩んでる。どっちがいいかなって、多分5八金ぐらいまで上がるんじゃないですか。あとね4五歩って位取るのもちょっと魅力的に見えるんですよね。でこれついてきたので、これは一応こっち一歩持ってるんで、そこつくのは同歩同銀に7四歩から5六角とか8三角みたいな手があるんですよ。まあここで一歩しかなかったら7四歩同飛車に8二角みたいな手もあるんですけど、2歩あるんで、まあ、8三角はね8三角は8四飛車って回られておいて5六ひっくり返ってもあるとは思います。ちょっとパッと見えなかったんで作っちゃいました。で、ここは6四飛車が普通ですかね。6四飛車に7四歩に6六銀と出てくるのが自然かなと思います。
でも6六銀は、まあ、同銀、まあ大駒は近づけて受けようってことなんで、まあ、一回取った方がいいのかな。ここで歩なると、まあ、鹿として7七銀なり同桂6九銀とか打ってくる可能性もあるんで、まあ、とりあえずそうですね。でここで歩なっといて同金だったらなんかね、同金だったらあの飛車詰ませそうなんで5五銀ぐらいからで、ここで銀打ってきたんで、まあ、一回金で手厚くして、これで一応金取りと飛車取りが借金取りになってるんで両方残るということで、まあ、同玉ですかね。同銀だとね、3五の3六の地点が系統が薄くなっちゃうんで、ちょっとバランスよく同玉できました。で角取ってきたら、まあ、同金か同歩か、同歩だとね3九角の筋も見えるんだけど、同銀ですかね。うん、で金取ってきたんで、これは同角が普通ですね。同玉だとね上に引きずり出されちゃうんでちょっと気持ち悪いで同角です。でこれあとは、6六金とかを警戒しておけばいいので、であとは相手の玉形もね4二玉型なんでちょっとだいぶ薄いと思います。なのでまあ7一飛車ぐらいで、で飛車下ろす時も9三角大丈夫かなとか考えながらですねはい。でこれ次なんだけど、あ金上がりか、金上がりこれどうしようかな、まあ、4一銀ぐらいですか。4一銀ぐらいでただあの金取りは何とかなるっしょっていう感じですかね。まあ、それか7二飛車はね3三玉でね、3一玉かパッとしないんで、はい。で金打ちですね。この金の狙いは5七取って9三角かながちょっと見えてるんでちょっと気持ち悪い。で角取られても同玉で別にこっち 何があるわけじゃないんで角取られても大丈夫です。なので王手飛車だけ警戒しておきたい。で3一銀と打っても3三玉でパッとしないんで1回飛車成りで合駒してくれたら攻め駒1枚減るじゃないですか。なんでこっちのね自陣の怖さもちょっと減るよということで、ではこの辺でね、まあ、受けてもしょうがないんで、まあ、突っかけといてこれでどうすんのっていう感じですね。で多分この銀打ちが多分詰めろになってるんで、で角打ちましたけど、この角打ち自体は詰めろではないですね、うん、ただまあ向こうが詰んでるでしょう。トトロって上がって桂馬跳ねると寄るのか、桂打ち4四桂4五桂打ち4五桂打ち2三玉2四飛車から頭ポンポンポンですね。で詰みですね。はい、2三金はね同玉で詰まないと思うんだよな。はい、であとはねこうバラしたままにして2五歩から頭ボンボンボンと押さえていくのが詰みですね。はい、なんとか勝つことができたかと思います。はい、ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。鼻止まる。